まずマイナンバー問題、マイナ保険証問題なんですけど、去年6月の骨太方針の閣議決定では、まず24年度、来年度中をめどに、マイナ保険証と紙の保険証の選択制導入を目指し、その後に2段階目として保険証の原則廃止を目指すこと、こういうふうにされたんですね、しかも、保険証を廃止しても加入者からの申請があれば、保険証は交付されることになっていました、これも閣議決定の客注の中に入っています。ところが 9月に河野大臣がデジタル省に就任するや、この方針が一変をして、10月の13日に大臣が突然記者会見で、2024年秋に健康保険証の廃止を目指すと、こういうことを表明しました、そこで伺います、そもそも来年度中をめどのはずがなぜ来年秋になったのか、またまず選択制導入のはずがなぜいきなり保険証廃止になったのか。 利用説明してくださいマイナンバーカードを保険証として利用していただくことは、患者さんご本人にとっても、将来的により良い医療を受けることができるようになります、また、医療機関にとっても効率性が上がるということがありますので、こうしたメリットを早期に発言をさせる、そのための後押しとして、まず2024年秋を目指して、 マイナンバー保険証、紐付けをしている方については、これはもう保険証として使っていただけるようにしていく、そうすると保険証の発行はいらなくなるわけでございます。紐付けをされていない方については、それに代わるものを対応をしていく、そういうことで24年の秋に保険証を廃止するということを、これ、関係閣僚の間で協議をし、決めたわけでございます。 ななんで選択制導入しかかったんですかマイナンバーカードを保険証として紐付けをし、利用していただいている方に保険証を発行する必要はなくなりますので、コストが下がっていく、そういうことでございます。これ、選択制にしますと、なかなかコストも下がらないということになってしまいます本当にコスト下がってるんでしょうか、そして廃止期限を秋にした根拠は何ですかあの当時、2024年の秋までにいい利用していただいて、えー、十分な準備時間が取れる。 えー、大体この8月頃に新しい保険証を発行をするということがございますから、えー、秋にはあの廃止をするということを決めれば、えー、保険者としても必要な対応を取ることができるわけでございます。あの発行のコストは下がると思っております。えー、今日はですねあの予算委員会というのがまたありまして、でいろいろな話題が出てました。それはあの万博とか の件もあったし海上自衛官のセクハラの問題もあったし、はい、木原防衛大臣に対する発言の問題だったり、あとは、まあ、蓮舫さんとかは、そのいわゆる官民ファンドがでだらしすぎるっていうまあ話だったりね、ね取り上げたい問題いっぱいあったんですけど、私の中では、ちょっとマイナンバーカード系 YouTuber としてねあの、この件、どこのチャンネルよりも深掘りしてきたと言ってもいい。 ぐらいですしあの実は今日初夏以降に新しく分かってきたことの経過を国会で正すっていう場だったので、まあ、皆さんの方ではこれ見てくださってる方は知ってる話も多いかもしれませんけど多分初めて聞いたっていう人がふえっ、ー、の僕のチャンネルとか野党の合同ヒアリングとか見てない人は多いと思うので、まあ、改めての解説もしつつですね今あのこれとんでもないことやろうとしてるっていうことをね あの皆さんにちょっと周知したいなと思います。で、本題に先立ってあの、チャンネル登録してほしいんですけど、ちょっと今回からですね、あの、いいねボタンをぜひ押してほしいんですよ。この動画いいなと思ったら。で、いいねボタンが増えると、なんかいいことあんのかなっていうのをちょっと検証してみたいなっていうのがありまして、あのぜひですね、この動画いいなと思った方は、いいねボタンを押してくださいということを冒頭申し上げておきたいなと思います。で、早速、本題に入っていきますけども、 あのこの杉尾さんが河野さんとやり取りしているのは、どういう話をしてるかということなんですけどえど、ー、とまずね、これまだピンときてない人いるっぽいんですが、保険証ってなくなるんですよ。なくなるって言われても、えっってなって止まる人いると思うんですが、本当になくなるんですよ、今、みんなが使ってるやつが。で、これ、しかもなくなるのが来年の秋、2024年の秋なんですよ。で、これ、もともとは選択制だったんですよ。マイナンバーカーカドに保険証搭載するか え普通の今使ってる保険証、選べますよってしてたんです。ただ、急に今の保険証なくして、マイナー保険証っていうのに統一しますみたいなことを言い出したんですね、河野太郎が。で、いや、聞いてねえよってなったんですね。しかも、マイナー保険証、あのー、もう5月、6月、7月、8月ぐらいから、すでにトラブル、すごい報道されてましたけど、実はそれより前の年から、もう医療機関で使い物にならないってめっちゃ言われてたんですね。使いいににならなならってててて言われてて解決もしてないのに そっちに全部移行させるるとで保険証はもう廃止するんだみたいなことを言い出したんですすよ土地狂ってるじゃなないですかなんでかんこれ、急に期限を切って、保険証廃止するなんて言い出したのっていうことを、まあ、河野さんに、杉尾さんが最初聞いてるわけです。なぜ選択制をやめて強制にしたのかと。で、これ、選択制にしたのかっていう理由をね、河野さんはまず答えてないんですね。なんかより良い医療を受けられるからとか、コスト削減ができるからっていうまあ話してるんですけど、 まあこれあの結論から言えば、ですね昨日の岸田さんの、えっと、別の立憲の議員に対する答弁もそうだったんですが、でたらめなんですね、はっきり言えば。<laughs> はい、なんででたらめって言えるかっていう話をね、まあ、ちょっとしておきたいなと思います。まず一つ目なんですけども、あのー、残念ながら、ですねマイナ保険証で利便性が上がることは100%ありません。なんで100%ないと言い切れてしまうのか。お前は100%って言い切るなんて詐欺師だと言われるかもしれませんけど、ことマイナンバーカードが、 保険,保,険保険証を載せせても利便性は絶対に上がりませんこれはもうあの構造上決まってるんですよ。で、これはあの厚労省が作ってるシステムのまあ図ですね、はい。これ僕が作ったんじゃないです。で、今、医療保険にアクセスする方法って、マイナンバーカードと健康保険証っていうのがあるわけですよ。はい、これ別に誰も異論がないと思います。で、河野さんはまあマイナンバーカードを経由したら、いい医療が受けられるって言ってるんですけど、 どういうメカニズムでそうなるのかって考えたときに、そんなことありえないんですよ。で、マイナンバーカードと健康保険証で医療保険にアクセスする方法の違いって何かって言ったら、もう一つしかなくて、ピッてやって、その利用者認証をするかどうかなんですよ、そのカード自体で。それ以外になの違いもないです。で、なんかあの、医療データの有効活用をすることで、より良い医療が受けられるとかって、厚労省とか河野太郎とかよく言うんですが、もうこれ全部嘘詐欺師。 完全に詐欺師ですで僕が、ね、より良い医療を受けられるっていうのが、なんか1か月半後のデータしか使えないっていうところもさる,ることながら、ね、そもそもその、いわゆるより良い医療なるものが、ね、受けられるデータ活用があるとしてですよ、それって処方箋のデータベースかカルテのデータベースを横断的に使うパターンしかないと思うんですが、これって別にマイナンバーカードと何の関係もないシステムなんですね。つまりどういうことかというと、保険証でもできることなんですよ。 電子カルテも、えー、と電子処方箋も、バックのデータベースの付き合わせの問題なんで、その保険証にしてるか、マイナンバーカードにしてるかって何も関係ない。で、マイナンバーカードも保険証も、その保険者番号っていうものをデータベースと付き合わせてるだけなんで、何の関係もないんですよ。ただ単に、ピッてやって認証するかどうかです。認証の,そのハードルを上げるかどうかですよね。で、だからこそ、 あのマイナンバーカードに保険証を載せるメリットって、不正利用の撲滅ができるぐらいしかなくなっていくんですよ、最終的には。で、それでもいいんだと、何億、何兆円かかろうが、不正利用が許せないんだっていう、まあ、アホもいるんですが、あの一応、日本は国民皆保険っていうふうな仕組みを採用していて、みんなが保険に入ってる前提なんで、そんな認証のところに金かける意味ないんですね、正直なところ。で、予、ま、心、あ、場ねその、まあゼ、ゼロではないとは思います、私も。 ただ、それ、やる価値があるのかというときに、まず経済合理性がかなり薄いっていうのもありますし、プラス、そんな不正利用、不正利用って言うんだったら、マイナンバーカードの不正利用の方うが、えらいことになるから、そっちの方を騒げという話にもなります。なぜなら、これはすでに報じられていることでもありますけど、マイナンバーカードね、パスワードだったり、銀行口座とか作ったりするんですよ <laughs>。で、そっちの不正利用の方が問題視されてて、健康保険証の不正利用って、言うたら、 受益者負担なんで、医療をただで受けれるカードでもないわけですから、受けに行くとき、自分を払うわけですよね。ということは、別になんかそんなに、こう、なんていうんですか、フリーライドするっていうときに、なんかその、誰の保険証で受けるかっていう違いは確かにありますよ。ただ、なんかこう、莫大な経済利得を当人が得ること自体はできないわけですよ。まあ、薬をね、売買するとかっていう人いるかもしれませんけど、<laughs> そのバレますから、普通に <laughs>。はい。そんなんすぐバレますよ。 厚労省の厳しさは分かってたら、そんな,な発想しないと思うんですけど、っていう意味で言えば、なんかそこにそんなにこだわる意味って、全くと言ってもいいことないわけです。で、河野さんが今しがみついてるもう一個の,そのコスト削減できるんだっていうのは、これはあの長妻さんがもう夏休みの時に、いやもうこれは詐欺でしょというふうに言ってたんです。なぜかというと、あのマイナンバーカードの方に保険証搭載したら、この保険証紙とかプラスチック発行してるじゃないですか。 これがゼロになるから、比較したらマイナ保険証の方がいいんだっていう理屈なんですよ。だからこれ、何がすでに破綻しているかというと、まずあの、マイナンバーカードだけで運用できないんですね。これも今更だと思うんですけど、これ何回も示している図ですが、マイナ保険証だけで運用しようと思ってたんですが、それじゃできないってことになったんです。なぜなぜら マイナ保険証のインターフェースがクソすぎて、認証できないとか、あの遠隔医療に対応できないとか、いろいろ問題が出すぎたからです。あとは保険証がいいっていう人がかなり多いからですね。で、マイナ保険証だけじゃなくて、例えば、読み取り機がね、ピッてやる機会が置けない医療機関が数パーセントあるんですよ。だから、そういうところではマイナ保険証って使えないんで、マイナ保険証の方が利便性下がってるんですけど、利便性下がりませんっていう理屈のために厚労省は、マイナ保険証の人に、 いわゆる資格情報のお知らせっていう保険者情報を書いたね、紙をね全員に送るって言ってるんですよ。もず金かかるじゃないですか。で、しかもそれ紙だったらすぐ破れるからっていうので、プラスチックのカードにした方がいいんじゃないかって話になってるんですよ。で、これどっちになるかはまだ決まってないんですけど、それもしプラスチックのカードにした場合はね、今の保険証が増えるだけなんですよ。マイナンバーカードと資格情報のお知らせのカード2つ使わないと医療を受けられないみたいなギャグみたいなことが起きると。で、あとはマイナ保険証を持ちませんっていう人向けに、 資格確認書っていうのを発行するっていうことは、もうこれ、約束しちゃってるんで、全員に送りますと。で、それでまた費用かかりますよ、ね、ネットプラスチックのカードの。はい、だこれだけでもう全然安くなってないということが分かると思います。なおかつ、リユーザー側の利便性は確実に下がると言われてて、この資格確認書っていうのは実態上、名前の違う保険証なんですけど、1回目はプッシュ型で、今みたいに、ね、郵送で家に送られてくるんですけど、 あのそれがなくなるんじゃないかと言われてるんですよ。これ、約束してくれてないんですね。2回目以降は自分で役所に申請しに行かないと、保険証を得られないとかって、資格確認書というのは手に入れられないとかって言われたりもしててあの、ユーザー側の利便性が明らかに落ちるんですね。で、その他なんかまあ、両方持てるようにした方がいいんじゃないかっていう、要配慮者っていう人がいたりまあ、現在の保険証も使えるゾーンの人を、トラブルがなくなるまで行って残した方がいいんじゃないかっていう話も出たりしてて、もうぐちゃぐちゃなんですよ、オペレーションが。で、そのオペレーションがぐちゃぐちゃで、 あのめちゃめちゃお金もかかるし、行政的なその仕事も増えるしということで、な、まあ、何のメリットもないんです。で、言うなれば、プラスして言うとね、自分たちこれ、お金負担しないんですけど、その保険組合、保険証の管理してる団体は、このマイナ保険証に合わせてシステム改修とかを結構しないといけなくて、まあ、あるケースだと億と,とかお金かかってたりしてるんですよ。<laughs> コスト削減できるみたいな理屈に、ね、引っかかってしまうかもしれませんが、いや、そんなことは全くないんですよ。で、ちょっとこの続き見てもらいたいなと思います。この 方針の変更について、厚労省とデジタル庁では、庁内でどういう会議を開いて決定しましたか、議論しましたか、それぞれ武見大臣と厚労大臣に、河野大臣に伺いますあのデジタル庁の中では、関係する担当者とさまざま協議をして、えー、決めたわけでございます武見厚生労働大臣。これはあのマイナンバーカードと保険証の一体化にはさまざまなメリットがあるということを踏まえて、今、あデジタル大臣からもあったように。 関係閣僚間の協議を経て、このメリットを早期に発言するために、令和6年秋に保険証の廃止を目指すこととしたものというふうに理解をしております。な,なおですね、この方針については、その後、社会保障審議会、そして医療保険部会においても、この報告をしております、以上です、はい、杉尾秀也君いや。答えてないですよ、厚労大臣。 町内で事前にどういう協議をしたんですかって聞いてるんですよ今のは事後報告じゃないですか厚生労働省井原和人保健局長あの厚生労働省におきましてもえー、まあ、こうしたその保健所廃止に向けて町内で議論し大臣とも協議をいたしました杉尾秀明君デジタル庁も厚労省も町内で会議をした痕跡がどこにもないんですよそんな記録ないですよそしてこれ見てください河野大臣の発表後今も話ありましたけど10月の28日に 来年秋の保険証廃止を閣議決定、骨太方針の閣議決定が変更されたんですよ。専門家を集めた厚労省の部会には、この後初めて報告されているんですよ。厚労大臣に伺いますけれどなぜこの決定前にこの部会にかけなかったんですか。お答えいたします。保険証を廃止するためには法改正が必要だということもございまして、えー、その保険証原則廃止を目指すという方針につきましては、 昨年6月に閣議決定された骨太方針が示される前に、一度医療保険部会においてもご議論いただいてございます。でさらに先ほど大臣が申し上げましたようにあの、この10月13日に関係閣僚で確認した方針につきまして、その同じ月に医療保険部会でもご議論いただいてございます。<う>井原和人保健局長、ななぜ部会にかけなかかけったかという点を、 的確にお答えください、はいはい、まずあの10月13日に関係閣僚で議論をいたしましたまあ、これは一つの基本方針でございますでこれを正式な意思決定していくためには法律改正等の必要な証言がございますのでその関係閣僚の間で決まった方針につきまして同じ月の医療保険部会にかけたことでございます杉尾秀明君いや先にそのだ関係大臣だけで決めて閣議決定しておいてその後に初めて部会にかけるとおかしくないですかここの部会に専門家が集まってるんでしょう その後実際にこの部会の中で、異論とか反論がいっぱい出てるじゃないですか、これを先にかけなかったのは、先に部会にかけたら話がまとまらなかったからでしょう、うこれ、医療保険部会であの10月の28日にあの議論しておりますけれども、基本的にはですねこの方針について、賛成の意見が中心でございました基本的に賛成の意見なんて、でたらめなことを言わないでくださいよ、いっぱい懸念が示されてるじゃないですか。 間に合うんですかとかとなんでそういうことを言わずに賛成の意見だけ言うんですか、これは本当、ちょっと総理、聞いてくださいよ、こういう専門家の意見も聞かずに、この10月の13日の河野大臣の記者会見の前に、総理のところに三閣僚が集まって、ここで話し合われてるんですよ、これしかないんですよ。どうして正式なな会議にもかけないでこの三大臣と 総理だけで決めたんですか答えてください昨年8月内閣改造を行いましたそしてその際にこの議論について閣僚レベルに引き上げてマイナンバーカードの普及や利便性向上に取り組む、まあ、こうしたことを確認いたしました、えー、そ,れそうした、まあ、この閣僚レベルでのそうした議論の方針に従って、えー、利活用の拡大策の一環として カードと保険証の一体化のメリットを早期に最大限発言するために、それぞれの省庁で議論を行ったと承知をしております。そして関係閣僚間での協議を経て、令和6年秋に現行の健康保険証の廃止を目指すこととしたと承知をしております。そして10月、昨年10月13日に、 こういった方針について、えー、関係閣僚から私も報告を受けましたこの保険証の廃止というのは、すごく難しいから、時間がかかるし、もうすでにトラブルの兆候は出ていたので、だから選択制の導入を来年度中にすることにして、2段階目にマイナ保険証の廃止、わざわざその閣議決定をしながら、それをなんで3人の閣僚だけでこの方針を勝手に決められるんですか、変えられるんですか。こういういな行政をしてるから 今のマイナー保険証をめぐり、いろんなトラブルが起きてるんじゃないですか、河野大臣、ますかあの三角量で進むべき方向性を決めた上で、そこにたどり着くのに何をやらなければいけないのか、どういう課題があるのか、専門家にご議論をいただく、これは当然のことだと思います、はい、専門家の議論を聞かずに決めたじゃないですか、あなたです河野国務大臣。専門家といえども、進むべき方向がわからなければ議論が拡散いたします、進むべき大枠の方向を決めた上で、そこに至る上で何が必要かというのをしっかりご議論をいただいたわけでございます。 専門家の意見も聞かずに、政治の方の都合で勝手に決めて、あとは専門家で何とかしろっていうんですか、こんなでたらめな行政ありますか、そして今、マイナンバーカード、マイナ保険証、何が起きてるか、これ、河野大臣が元凶ですよ、今のトラブルマイナンバーカードの保険証としての利便性が周知されるに従って、この利用率は上がっていくと思っておりますので、心配しておりません杉尾秀哉君。後で示しますけど、5ヶ月連続で下がってるじゃないですか。 マイナンバー保険証の信用はもう国民の中ででないんですよここ、まあ、もう一個、すごい大事な柱なんですけど、まあ、僕の動画見てるいただいている方だとご存知だと思いますが、これ、河野さんが勝手に決めたんですよ、保険証なくすって。普通の審議プロセスって、審議会っていうのを開いて、専門家とか官僚とかが意見付き合わせて、いろんな意見を踏まえて、一つの政策を作るわけですね。で、その後に最終的な政治判断っていうのをするわけじゃないですか。 なのに今回はなんか河野太郎が先に記者会見で保険証なくしますって言って、でその後に後付けで閣議決定して審議会開く、専門家に話し聞くっていうことをやってたんですよ。で元々審議会というか専門家とかには、保険証をその選択肢の段階ですけど、これなくすっていうのはさすがにきついと思いますよみたいな話が結構出てたんですよ、元から。ななのになんか あの日唐突に河、ね、河野さんが河野ささんのな決まったんがなかなかね、こんな議員内閣制で、中央官庁が巨大な、ね、国でね、誰々が悪いって俗人的に言えることって、なかなかないと思うんですけど、その外形上、責任を取るのは大臣とか総理大臣だったりしますけど、なんか本当に責任がある、なんていうその、細部に至る責任まであるのが河野太郎だっていうのは、僕も正直、当時、驚かされました。 彼が独断で勝手に決めたんですよ。でそれを政治主導って言ってるんです。突破力に期待したらこういうことになるってことですよ。河野さんの突破力に期待する人多いから、総理になってほしいランキングでもいつも上位なんですけど、突破力の正体は、ただの保険システムの破壊だったってことですね。で、その独断で決めて政治主導だって,言って決めて、トラブル起きないんだったらいいんですけど、トラブルだらけになってるわけですね。じゃあ、話聞いてないよ、お前は悪いじゃんって話になれるじゃないですか。はい だ手続き論っていうのは別に時にね、それが守られないことがずっとされることもあるんでしょうと。僕はそこまで譲歩してもいいと思いますよ。基本的には守った方がいいですけど。ただ、今回手続き論外して、トラブルしか起きてないんで、じゃあ手続きお前守ってないのクソじゃんっていうだけの話です。で、バカなボンボンがね、思いつき、その場の思いつきで、そう戦後の最大の資産ともいえる保険システムの破壊してるってむちゃくちゃですよで。こうやって えっと、行政コストが増えたり、保険組合の仕事が増えたり、システム改修とかで費用が増えたら、保険料が上がるわけですよねで。保険料が上がって、みんな払う保険料増えるんですよ。全然これ、リアリティがある話なんです。で、最後、ちょっとこちら見てもらおうかなと思います。それからもう一つですね、そのマイナー保険証の紐付け誤りについて、今、点検対象あるんですけれども、ちょっとこれ、厚労大臣に答えてほしいんですけど。 マイナ保険証の紐付け誤りについての点検対象が一体全体何件で、いつまでに作業を終えるんですか、これ答えてください。ご本人からマイナンバーを取得せずに紐付けを行っていた保険者等の紐付け誤りの確認作業は、現時点でほぼ終了してございます。ただ、その上で、健康保険証につきましては、医療情報という特性を踏まえまして、現在登録されている全データ、全体1億6000万件ございますけれども、これを住民基本台帳の情報との照合を実施しておりまして、 11月末までに照合を完了し、速やかに誤りの高い、可能性の高いデータを閲覧停止することとしてございます。杉尾秀哉君。これ、対象が1億6000万件あるんですよ、そしてこの、これ、厚労省のですね、部会の中で示された資料なんですけど、見てください、12月で終わってないんですよ、1月、2月、3月と続いて、最終的にはこの春以降も続く可能性があるじゃないですか。 これ、本当に年内に終わんないんでしょう。どうですか？あの、今申し上げましたように、1億6千万件の記録を住民基本台帳の情報と照合全部一致しまして、それを11月末までに完了する予定です。で、合わせまして、速やかに誤りの可能性の高いデータは閲覧停止とすることにしております。こうした措置を講ずることによりまして、登録済みデータ全体の点検作業のめどが立つと考えてございます。 でその後、確認作業を計画的に進めること,ることによりまして、来年春ごろには確認作業を終えるというふうに考えてございます今、答弁にあったように、来年春までかかるんですよ、確認作業。この間、衆議院の質疑の中で、総理、なんとおっしゃいましたか、修正作業に全力を挙げる、そしてそれが終わらなければ、健康保険証ですよね、来年秋の廃止をどうするかというのは、その後に決めるということをおっしゃいましたよね。 これ春までかかるということは実際にもう来年の秋の保険証廃止っていうのは間に合わないんじゃないですかえっと政府委員から説明がありましたようにこの点検作業は11月末を,末をめどに作業を進めております11月末までには総点検しっかり行った上でこの対応を考えていく これは従来の方針変わっておりませんじゃあこの必要な措置必要な対応って何ですかこれは来年の秋の保険証の廃止じゃないんですか廃止の延期じゃないんですかまずは総点検そして修正作業を進めてまいります11月末をめどにその作業を進めますその結果を確認した上で必要な対応を考えていくと申し上げております えー、河野大臣はマイナー保険証に対する理解が広がっていけば、利用率は上がっていくというふうにおっしゃいましたけど、先ほども申し上げましたけれども、直近の数字4.55%で、5か月連続で下がってるんですよね、どんどん下がってるんですよね。で、これ実際に来年の秋にですね、これ、普通の紙の保険証を廃止をしたらですね、何千万人という人が、例えば9千万人ってここにありますけど、ぶっつけ本番で、 マイナー保険証を使わなきゃいけないということになるんですよ。一つトラブルがそこで起きたら、多分医療機関大混乱しますよ。こんな状況では、とてもとても来年の秋の廃止は私はできないといいうふうに思うんですねろいろ見ていただきましたが、まあ、今、状況で言えば、普通に考えたら、保険証廃止なんて考えられないことなんですよ。まあ、メリットがないとか、デメリットしかないという理由からも言えるんですけど、それだけにとどまらず、これ、物理的に。 今、全然問題が解決してないまま、このぶっつけでマイナ保険証に運用切り替えみたいなことしたら、社会的なトラブルというか、社会的なハレーションっいうのは半端ないことになると思うんですそれは保険組合に電話が押し寄せるとかっていう絵がもう浮かぶじゃないですか。それこそだって今、マイナンバーカードのトラブルでいろいろ起きてるわけでしょ。それが保険医療、マイナ保険証使ってる人、今5%もいないですから。 5%もいない中で、急に利用率、くわって上げようとしたら <laughs>、急に初めて使った人とかがね、トラブルに見舞われるわけですよ。で、あと今、今、5%ぐらいしか使ってなくて、散々いろんなテレビで報じられてるぐらい問題が起きてるのに、これ、利用率ね、5倍とか6倍とか、10倍とかにしたときに、何が起こるかっていうのは、そう想像に難くないと思うんですよ。あとは全銀ネットワークとかで前ありましたけど、止まったりするんですよね、やっぱりシステムが、デジタル機器って。 であの認証機器でピッてやるやつとかも、認証するためにデータベースと付き合わせないといけないわけじゃないですか。保険証だと、まあ、番,号番号だけ見たらいけるわけですけど、番号と、そう件面にカード自体に資格があるかどうかって書いてあるから分かるんですけど、マイナンバーカードって物理的には書かれてないから、デジタル的にアクセスできなかったら、あの例えば医療保険の資格者か分かんないわけですよね。はい。で、全銀ネットワークみたいに、ああいうなんか、 メインフレームとか使って、堅牢に運用しているようなところでも止まったりするわけですよ、システムって。でそシステム止まっと全国でね、保険医療使えませんみたいなことだあったら、これ、しゃれなんないですよ、本当に、うん。で、なんでこんな基本的なことがどん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 抜けてるのかっていうのは、僕の,あの,そのマイナンバーカードの野党ヒアリングとか見ていただくと分かるんですけど、この立憲民主党の野党から聞かれた質問に対して、その都度、あそれ検討してませんでしたみたいな反応をね、次々していくわけですよ。今日答弁立てた 役人の人もそのヒアリングには出てたんですが、その場で、あそれ考えてませんでしたね、みたいな感じになるんですよ。これちょっとありえないことで、え、それ審議会で検討しておけよという話じゃないですか。で、その前段階で審議会ではいろいろ懸念がね、保険象なくしていくっていう方向性自体に無理があるんじゃないかと言ってたのに、それを急にね、政治主導だって,ってやるってむちゃくちゃですよ。日本の、って岸田政権が政治主導で決めたこと、なんか、 検討士だって言われてますけど、政治主導で決めなくていいことばっかり決めてますからね、万博は絶対今遅延させることでなくやるって言ってるでしょで、この保険証の廃止は絶対やるって言ってるでしょはい。なんかね、あの、やらなくていいことをやってますよね。はい、もう、それ言うんだったらもう全部検討してだけしてくれてた方がましですよ。何もしないで検討だけしてくれた方がいいです。本日の動画もご覧いただきましてありがとうございました。役に立ったという方はチャンネル登録お願いします。